きょう午前、北九州市役所で包括連携協定の締結式が開かれ北九州市の北橋市長と西鉄の林田社長が協定書に署名しましたこの連携協定は北九州市が抱える少子高齢化などの課題に協力して取り組み SDGs の達成を目指すことを目的としています具体的な取り組みとして、西鉄は、 中古のディーゼルバスを電気バスに改造したレトロフィット電気バスを来月市内の路線で導入するほか売り上げの一部が子ども食堂に寄付される自動販売機を今年度中にスーパーに設置することにしています北九州市は路線バス事業を展開する西鉄と連携することで過疎地域での公共交通の維持や市民の生活向上につなげたい考えです